バンダラ初めの皆さんです。大きな拍手お願いします。まあ惜しくも勝利になりませんでしたが、25分間の濃い戦いいかがでした？そうですね、本当プラン通り1対1に持ち込んで、そして延長 PK までやろうみたいなことを考えてはいたんですけども、まあ、最後は彼らのね、やっぱり J リーグのクオリティの高さにやられましたけども、うん、本当に1点取ってね、25分しかやってないんですけども、なんかすごくこう楽しい時間だったですね、僕にとってはね。とてもエキサイティングなゲームだったと思います。名古屋さんは結構選手がいっぱい移籍したり怪我したりで、まるで違うチームになって出てきましたね。そうですね、まあ誰が出てもね、みんな上手いんで、あんま気にしないで俺たちがやるサッカーをちゃんとやりましょうっていうことを選手に伝えてね、で25分のプランニングをしっかり立てて、で10分になったらこうするぞとか全部説明して、それで昨日入っていったんですけどね。本当プラン通りだったですね。はい、ラスト5分がね、もうそれはしょうがないですね。はい、延長だったらね、また長くその J のチームとできるので30分できますので、そうですね、やっぱりこうそれがやっぱ経験っていうのはすごく大事で、やっぱ強い相手と上手い相手とやることによって、選手たちのそのなんていうのね、感覚っていうのはすごく変わるんですよ。感覚ですか？感覚的なもの。それが例えば同じ JFL でやると、あ、なんだこれぐらいのことかみたいな、へー、まあ、それぐらいのその感覚が変わってくるので、やっぱこう天皇杯で J リーグとやるっていうのはすごく大事なことだと僕思ってるんで、そういう意味じゃ中断ありましたけど、また25分だったしかなかったんですけども、もう本当にやれてよかったなと思います。 JFL の各チームのサポーター全国から集まってくださってましたね。びっくりしました。何かなと思いました。え、なんでっていうか、色が違う、あれ緑じゃないぞみたいな感じで見てたんですけども、赤とか青とかいっぱいいましたね。よく見たら、まあ、JFL なんとかみたいな感じで、はい、皆さん応援していただいて、代表って形で我々戦えて、で勝てなかったですけども、本当にさっき言ったように面白いゲームできたんじゃないかなと思います。かなえ使ってたら勝ったかもしれないし、渡るが怪我しなかったら勝ったかもしれないし、お山田を出しときゃよかったかもしれないし、いやでも、もう終わるといろいろ監督としては、ああすればよかった、こうすればよかった、そればっかり考えてますね。はい、そうなんですね。じゃあそれで昨日結構遅くまでかなえと飲んでましたね。差し飲み、一人で飲んでたんですか？正座してたよ。正座して反省会ですか、それは。出てないのに、スイカ召集で行ったのに。たまたま遠征先だったので、はい、はい、めったにそういう機会もなかったんでご一緒させてもらいましたけど、いい話をいっぱい聞かせてもらって、また僕も今後頑張れそうです。おお、はい、まあそのお話の内容は触れないでおきましょう。最初の時にちょっと不安で、わ、このレベルで大丈夫かなっていうのがあったんですけども、はい、最初練習できて、ある程度選手たちが自信持った中で、まあ、やれてたかな。その後にこうレベル的にもう1ランク2ランク上げたいとこだったんですけども、その上げるところで、まあ、自分自身の指導力のなさで勝てなかったんですけども、あら、でここへ来てまた天皇杯がやっぱりさっき言ったようにやっぱやることによって、選手たちはまたその甲府に勝ったりしたので、ほんと自信をつけて、で今のセカンドステージに入ってるんですけども、でそういう意味ではこう最初に比べるともうほんとワンランクぐらい上がったかなと思いますね。本当の力が今だと思います。最初の前期はちょっとラッキーで勝ったとかね、ダイハツスタジアムのすっごい風で相手がビビっちゃって、ショートがこう、そうですよね、はい、それでなんか勝っちゃったりとか、うん、なんかそういう神がかり的なものがあったんですけども、今しっかり実力が出てると思います。まだまだこの力は伸びそうですか？そうですね、このインターバルでもう一回走らせてですね鍛え上げてですね、でもうワンランクそのフィジカル的にも上げたいなと思っています。涼しい八戸の部屋はトレーニングに持ってこいですか？まあ大丈夫だと思いますね、これだけ涼しかったらもう いくら走っても熱中症はないと思います僕が大学4年生の時にちょうど監督がコーチとして
指導をしていただいて、まあその時もだいぶ怖かったんですけど、いまだにベンチから出てきて山田っていう叫ばれた瞬間は本当にビクッっていう感じで試合中もチラッとベンチを何回か見るんです。それ、はい、でも優しいです。はい、そうですね、スタジアムでやっぱ試合中の声は、まあ、僕試合出てない時とかも一応観客と同じところで見てるんですけど、やっぱダイハツスタジアムすごいピッチと距離が観客席すごい距離が近くて、はい、まあ、試合中の選手がぶつかったりする音とか、まあ、もちろん監督の声もやっぱり一番そばで聞こえてきて、コーチの照井コーチがいるんですけど、照井コーチの指示は全く聞こえないんですけど、監督の声量がもう表情で試合中、まあ、応援ある中でも聞こえてくるんで、うん、まだ試合見に来たことがないっていう人もぜひ一度来ていただいて監督の叫ぶ声を聞いてほしいなと思います。通る声をさっきもちょっと走りの練習がきついっていう話があったんですけど、はい、毎回、まあ、選手がロッカールームに練習前集まって朝話すんですけど、今日練習何するかなみたいな、うん、まあ、多分どのチームでもよくある話だと思うんですけど、その時に誰かが冗談で今日走るらしいよみたいなのを言うんですね。はい、そうするとどん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 今日走りやすいよ、走りやすいよみたいな広まっていくんですね。はい、でめちゃめちゃきつい 300m 走って 200m 走って 100m 走るっていう監督のスーパーメニューがあるんですけど、今日300、200らしいよみたいな話を誰かがすると、はい、もうそれがバーン広まっちゃって、はい、でいざグラウンドに行って、はい、監督が今日何するっていうのを話すんですけど、はい、その時に別になんともないメニュー、普通のいつも通りのメニューを言ってくれるときに、はい、僕らすごくホッとするんですね。ちょっとビビりながらグラウンドに毎日行ってますね。その基本的に僕は優しい人間なので、はい、やっぱ走らしたりとか苦しい練習はさせたくないんですよね。でも勝つためにはどうしても仕方がない。あ、勝つためよ。だその時ニコニコしながら今日は200、300ねみたいな頑張ろうねって優しい言葉をかけます常に。ここ一番の笑顔です。はい、笑顔で言う。やっぱこう苦しい時に苦しい顔して厳しい顔して厳しいトレーニング行ってるのね、ぐさっとくるだけで優しい顔してニコニコしながら厳しい内容を伝える、ね、そういうことを心がけてます監督として。あと普段は練習がある時はそうですね、やっぱり厳しいメニューが待ってるので、はい、いいコンディションで臨まないと、はい、ダメなので。寝て過ごすことが多いんですか？じゃないと1年間戦えないので。そうなんですね。どこか街に繰り出したりとかはしないんですか？結構、まあ、家にいるタイプ、陰キャラなので、はい、そうなんですね。そうです、ね、1日寝て過ごす、はい、そろそろ大好きな南郷のひまわりも満開を迎えますよ。あ、そうですね、まあ、チームメイトにキムヨンファンっていう、はい、文章の達人がいます、ね、面白いブログとか書くやついて、はい、そいつと仲いいんですけど、だいたいオフの日はずっと一緒にいますね。何をなさってるんですか？最近はカラオケです。おー、カラオケ。どんな歌を歌われるんですか？歌うってことでしょ。すごいね、はい、どんな歌を歌うんですか？ミュージックスタイル。ごめんなさい、こんな田中健二さんの、はい、応援歌あるんですけど、はい、スマイルのオリジナルスマイルだ、はいはい、オリジナルスマイル、笑顔だけじゃっていう歌があって、はい、それを今歌うってこと？多分皆さんわからないと思います。休みの日は最近なんですけど、はい、バンラルゴルフ部ができて。バンラルゴルフ部ですか？はい、ゴルフが流行ってて、はい、で金久保選手が抜群にうまいですね。キックの精度もさることながら、そうなんですよ、ショットも正確なんですね、はい、で使う、あ、すいません、はい、大丈夫です。で田中健さんも、はい、結構ゴルフが好きで、で2人を筆頭に
今どんどん渡辺もそうですけどゴルフにハマって、はい、この間初めてあのコースに出て回って、まあ、僕は散々なスコアを叩き出したんですけど、はい、あっちへ行ってこっちへ行って、はい、もうカートに乗る必要もなく走りながら、トレーニングですね。トレーニングにもなってるんですね。逆に田中坊選手なんかはスポンサーさんにグルッペさんってあゴルフショップグルッペさんって、はい、コラボゴルフボールも出ました、ね、はい、はい、そこであのスイングとかのスピードを計測するのがあるんですけど、うもうそれがプロゴルファー並みで、すごい結構見たことない数値を叩き出すぐらいすごいスイングをするんですよ。だから金久保選手に教えてもらいながら今ゴルフにハマってます。はい、やっぱスポーツできる人は何をやってもすごい万能なんですね。じゃあ今度あったらプロゴルファー浅井って呼ぼう。あ、そうですね。はい、はい、お願いします。監督、はい、オフはどのように過ごしてるんですか。オフはですね、だいたいこうゴルフやったり釣りやったりってやりたいんですけども、はい、あの基本的にはサッカー見てます。お休みのもうスペインリーグとかね、なるほど、海外のサッカー見てニコニコしてああこの選手欲しいなとか欲しいあこの選手いいなとか思いながらちょっとこっちの問題がいるよ、課題とか、ね、ここにいる選手たちをあ比べてやっぱ無理だなみたいな、こういうプレーして欲しいかなと思ったらちょっと無理かなみたいな、ね、言いながらあのちょっとビール飲みながらねあのサッカー見るのがあの、まあ、怒る時の過ごし方ですね。楽しみなんですね。なるほど、分かりました。どうですか、ここまで八戸の、土地、食、人、いかがでしょう。もう最初来た時はもう寒くてどうしようかなと思ったんですけどもやっぱここへ来てですね、やっぱ暖かくなってきて気候なんかもあのヨーロッパの夏みたいですよね。あ、ほんと涼しい、いい感じで、もうとてもあの気に入ってます。で、あの食ということで8月27日、タイムズスタジアムにたくさんの応援よろしくお願いします。ということでこの時間はバンローレ八戸 FC から山田健二選手、佐々木渡選手、金井龍太選手、そして柱谷哲司監督にお越しいただきました。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。